るほど。うまいのその酒チーズということですね。今日はででん木場の豚と油さんにやってまいりました。というのも前回豚と油の2周年を迎えるにあたって、うん、過去の動画を見ながらカズさんからいろいろ言っていただいたじゃないですか。カズ、はいはい、さんからの一方的な意見というかお話私の勝手な意見そうですね、はい、だったので、はい、本当はどうなのかってそういうところも聞きたいプラス、はい、この2年間というか開店から今までのお話も少し聞きたいな。確かに。ってことでちょっと自分あの早く着いて店の前にいたんですけども、すごいお店にお客さん入ってまして、行列ができてる、はい、さっきまでもう行列できてて、今もでも街が1でもこっちに、ね、あまたお客さん来てる、やべですよね。正直なところ自分ここ初めて来たんですけど、あれですね、近くにラーメン屋さんが2店舗もこの前1ヶ月前ぐらいに家系ラーメンの、はい、いわゆるあの資本系の家系ラーメンのお店と、あっちには大黒屋さんっていう東洋町にもあるんですけど、ここら辺で何店舗かやってるラーメン屋さんがあります。すごい激戦区ですねここは。まあどうなんですかね、実際はいい場所だとは思わない人の方が多いと思うんですけども、でもラーメンっていうことに関してはラーメンの、こう召し上がる人口はいるし、自分家のラーメンも好きだけど、二郎系っていうと豚と油のラーメンも実は好きなの。だから実は1ヶ月に一遍は様子見に来るのと、味のチェックとか、あとスタッフと大丈夫かなって、りなちゃんとか佐藤君とか大丈夫かなっていうふうに見に来るんだけども、プラス自分が食べたいから来るの。実はうちのラーメンとは全く別物のラーメンだから。カズさんが携わってるのに全く別物なんですか。別物、姿形はいわゆる二郎系っていうジャンルのものだけど、でもラーメンは別物で、ここはここでまた違った美味しさがあるから自分的には好きなのと、やっぱりこれだけお客さんが入ってるっていうのが結局はこのラーメン、このお店の実力だから、ガタガタ言うんだったら食ってるよっつって。本当そうっすよ。多分視聴者はあの動画から全く豚と油の進捗が分かった中で、多分ガラガラなんじゃないかとか思ってる方も多分多数いると思うんですよね。結構ね、辛辣なメッセージとかをもらうんだけども、ね、でも売り上げがぶっちゃけ言うと全てじゃない。そう、売り上げの数字が全てだから、言いたいじゃ勝手に言えって思って、で実際はここはもともとは赤字の店でしょ。その赤字が黒字になって、黒字がダダ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 、ちょっとそういうお話も聞きますか。じゃあ早速じゃあ中行きますか。そうですね、はい、あ、っていうか何一杯食べます。食べるよ、当たり前じゃん。じゃあちょっとその食レポもお願いします。じゃあ行きましょう。はい、ラーメンが出来上がったようです、うん、ですね。お待たせしました、中ラーメンニンニク油足しでございます。いいよね、見てこのビジュアル見てくださいよ。わ、すごいっすね。このなんて言うんだろう、雑な中に丁寧さがある。なるほど。やっぱりなちゃんもそうだけど、ここ実は女性のスタッフの方が意外と多い。あ、そうですね、見た感じ多いですね。だから雑だけど綺麗じゃん。丁寧ですね、はい。そう、その女性のいいとこが出てるって。男だとね、こうはならない。ちょっとこぼれたりしてる可能性が。そう。はい、いきますよ。これまずは麺を引きずり出してですね。でれれれれん。で、まず。うん。ここの麺は、丸山せんべいさん使ってるんですけど。これわざと不揃いな感じと、チャーシューは柔らか。見てこれチャーシュー、ほらとろっとろ。私はちょっと油をちょっとですね、油だけでちょっと、うわ、背徳感。ここは腕肉を使ってて、ここのこのスープの感じと油の感じにこの豚がぴったり合っているっていう。やっぱこのラーメンにバリ用のチャーシューだとまたちょっと違くなっちゃう。合わない。なんでかな、まあ合わないな。
自己紹介をお願いします、はい、お願いします、はい、豚と油の店主佐藤里奈子です。よろしくお願いします。今は事務仕事を担当させてもらってます佐藤です。佐藤英秀です。よろしくお願いします。お願いします。お二人はご夫婦というか。ご夫婦、はい、そうです。あれなんか動画を見る感じ何一瞬いなくなりましたよね。じゃあ、 ね、体調崩してちょっと休養してたと。でも実際は新橋にも事務所があるんだけど、新橋の事務所で結構ね困ってチキチキやってんだよ。そう、完全に 裏でもちゃんと原価率だったり売り上げだったり、あと経理もやってるから、あの請求書、来た請求書の秘書と照らし合わせたりチェックしたりで、これ減らせるんじゃないかなとか、なんかいろんなことやってる。テーマ、現場は奥様で裏で旦那様。そうだから、うまくねバランス取れてる。どうですか、お昼11時開店じゃないですか。はい、どうですか、もう途切れずっていうか、こんな感じですか。そうですね、一応休憩なしでずっと通しでやってるんですけど、お客様が途切れることはほとんどなくって、まあ、もちろん集中する時間とかはあるんですけど、ありがたいことにたくさんあのね、さっきも言ったけど売ってんのよ。じゃあもう 2周年。はい、そうです。今これが実は9月 の終わりの方に撮ってて、あと1ヶ月半ぐらいかな。はい、そうです。あのね、普通はオープンしてドーンと下がって、ここからコツコツなんだけど、ここの場合ドーンキューッドド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 みたいな感じ。すぐ黒字転換だよ。ていうか赤字になったことあんのかな。そんなレベルですか。ないかな。だってこれ後で言うかもしれないけど、ウーバーの利益だけで新卒のこの年収じゃないから。後で言いましょう。はい。じゃあ今は先に何、どんな話するの。まずは2年前の修行時代というか、カズさんが言ってた、まあ使えるのか分かんないですけど、パワハラ時代というか、その時のお話をじゃカズさんから聞いたんですけど、お二人視点というかからのお話も聞きたいなと思いまして、はい、自分から言っちゃうと、今だからっていうと、結局佐藤君から先輩にDM 来ました。まずは自分が一人で行って、その後先輩と一緒に行って、でその後にやっぱり自分のやりたいラーメンをちょっとやりたいっていう流れになったけども、自分としては関わったら絶対に失敗させられないっていうプレッシャーと、そういうことをするのがほぼ初めてだったから、なんか並々ならぬ気持ちが勝手にあったのね。自分もすごく厳しくしてもらって育ってきて、その厳しかったことが結果的に良かったなって思うことの方が、もう本当ほぼ良かったなって思うことだらけで、だから厳しくすることがすごくいいのか分かんないけども、でも結果的になんか良くなればいいかなって思ってやってたのと、あとやっぱ厳しくしないと仕事のレベルが上がんないから、なんかいいことを言わせてもらってたみたいな感じだったんだよ。カズさんはその、まあ、プレッシャーもあったけど、うん、プライドもやっぱりあったんですか。プライド、プライドはない。プライドなんてないよ、いつでも土下座できるよ。じゃあ一番最初の話なんですけど、なぜ辻田さんっていうのを、まず理由としてはコロナが明けたら、まあ、売り上げ回復していくかなっていうふうに予想をなんとなくしていたんですけど、だからまあコロナの最中はまあしょうがないかなっていうふうな気持ちで思っていたと。だけれどもコロナが明けて、まあ営業時間の短縮も終わって、まあ全部の飲食店が通常通りに戻っていってる中、お客様のご来店が戻らなかった。でこのままだと働いてくださっている従業員の方の給料も払えないし、お店としても会社としても今後どうすればいいんだろうって迷ってる時に、たまたまなんですけれども隣駅の東洋町辻田さんがたまたまオープンされたんですね。そのちょうどどうしようの真っ只中、合計5回ぐらい毎日行かせてもらったんですけれども、毎日ピシッとされてるんですよ。カウンターもビシッとされてて、いらっしゃいませの声もビシッとされてて、味もビシッとされてて、これは同じ麺屋さんだけれども全く次元が違うなって本当に感動して、それで辻田さんにもすぐ DM を送って、まあ、まずはその修行運から始まったんじゃなくて、まずはもう味を見てほしいっていうところで DM を送ったっていうのが始まりです。辻田さんすごいですね。すごいですよ。多分24時間仕事のことを考えてるから、徐々に徐々にあの人がすごいんだなってことが最近分かってます。 それでこうスタートしたというか、はいですね、まずは一人で、ついたくんその時出張行ったから、ちょっとお前行ってきて、味見てきて、あとお店の雰囲気とで厨房機器関連ちょっと見てきてって言われて、で食べに来て、で
お忍びっていうかバレないように旅に来たんだけど、すげえ深く帽子かぶって旅行ったんだけど、あこれバレてんなって、もうなんか食べながら分かる、あバレてるわってとりあえず全部食べてパーッと見たら、この走って帰ったら走って追ってきてちなみにその時のラーメンは何点というか、どれぐらいな感じでした？どっちかって言ったらラーメンではなくて和食のお料理みたいな感じだったかな。最上川さんっていう、まあ、ラーメン屋さんなんだけども、お蕎麦とラーメンの間みたいな感じになってて、ついたくんの言葉を借りるとするとどっちつかずのものになってたから、これじゃあダメだよねっていう話かな。要は俺絶対にこれ好きなんだ、尖ってないとやっぱりお客さんを引きつける魅力は少ないから、その誰が食べても美味しいものって別にここじゃなくても食べられるからっていう話をついたくんが A 食にして、じゃあどんなラーメンやりてんだって、まあ、若いからこうボリュームあってこの元気になるようなラーメンみたいな話の中で、じゃあうちでちょっと働きながら自分の味を作ってみるかっていうのがその流れですね。ちなみにどうでした、あの初めて会った時の感想というか。めちゃめちゃ怖かったです、正直言うと。はい、僕はこうニコニコしてるカズさんしか見てないんですけど、どんな感じだったんですか？カメラだとなかなか伝わりにくいんですけど、矢崎社長ってめちゃめちゃ肩幅があって、めちゃめちゃ肩以外によくて、顔もやっぱ真顔だとめちゃめちゃ怖いんですよ。やっぱ大事な場面、局面になるとバシッと顔色がいきなり変わるので、めちゃめちゃ怖かったなっていうのは今でもあります。なるほど、そういうことだったんですね。はい、修行というかカズさんと一緒に始めて どうでした、価値観というのはなんか変わりました？まあ、最初はまあ弊社の佐藤社長からまあ飲食店のオーナーだったり責任者になるのは20年ぐらいかかると。まあまあ日本料理屋だったり、まあそういったとか、はい、20年ぐらいかかる。それを岩崎社長は責任感を持ってそのまま 2ヶ月でやってくださるっていうふうに俺は聞いてると。だから20年を2ヶ月でやるから、その分内容も濃くなるから、それは覚悟して、だけどあの人は愛を持って A 州のことを対応してくれる、そういうふうに言ってくれているから、まあ、全力で頑張ってこいっていうふうに初日に言われて、で行って3時間で帰りたくて涙が出ました。一応3時間で何があったんですか？まずあのラップの長さをそうラップがまず無駄に長いのを使ったら、このレベルで俺に怒られてる時点でお前は店長じゃないと、お前が店長としてその仕事をやっているんだったら、それ以外の社員アルバイトは全員同じことをしているぞと、まずはお前のその考え方を改めないとダメだ、額にすれば1円にもならない金額かもしれないけれども、その1円数円が積み重なっていくんだから、そういうことを理解していくところから変えていかないとダメだって教えていただいて、でもごもっともだなと思って、でもそういうところの積み重ねが本当に大事だし、あとはそのお店の現場の忙しさが桁違いだった。でも処方も処方のところから教えたっていうか、ね、そう、まあこれは自分も先輩たちに言われたけど言葉なんですけど、ラップの乱れは心の乱れと。すごい。だからラップ貼るときにそのちょっと波打ったり、そのちょっとラップがくっついたりするじゃない、お前それは心の乱れだって。そ細かいところからそうやり直しって。でもそのやり直しするってことはそのラップを捨てることだって、冗談じゃねえぞてめえこの野郎って言われて育ってきてるんで、そういうことは厳しくいかないと。そうピチピチ、その後にこうやって一生懸命伸ばす。その修行期間、はい、あのご自宅に帰ってきてるじゃないですか、どうでした？いやもう帰ってこないレベルで、家に帰ってこない、いや帰ってきてるとは思うんですけど、わからないぐらい多分そうです。でそれこそさっき初日の話あったと思うんですけど、その3時間泣きながら電話来たんですよ普通に。そう、知らなかった。私もそんなことないから、今までどうしたみたいな。え何って言ったらもう辛い、疲れになって、もう帰りたい。奥さんにその泣き言言ったの人生で初めてだったんですよ。そうなんだ。今まで一回も奥さんにその悔しい負けたとかそういうことを一回見たことなくて、いや涙さえもないんですけど。あそうなんだ。初日初日でそれを引き出したという。いやでもそんな大したことやってないはずなんだけど、どういうこと。なんか自分では分からないんですよ。あそう、でもその電話受けてどう思いました？いや本当に状況も見てないですし、どういうことなんだろうって思って、どんな人なんだろうみたいな。どんな人。いやもうお会いしたことももちろんないですし。確かそう、そうね、
そうです。で、ちょっと動画も失礼なんですけど見たことがなかったので、うん、本当に何があったのみたいなだけどもただただ本当辛い辛いみたいな、もう辛いなみたいな、明日から大丈夫そうみたいな感じで私は自分 の、 その父のお店が赤坂にあるんですけど、そこの和食の方で、まあ、働きながら、まあ、子供も2人いるので主婦業とその、まあ、昼時は店に出て、夜になったら家でできる仕事をやりながら子供たちとみたいな。で、英州はもう帰ってこなくて深夜でもラーメン食べに行かなきゃいけないからとか言って要はラーメン屋じゃないですか、はい、ラーメン屋がじゃあ自分の作ってるラーメンがどこのレベルになるかって分かんなかったら勝負できないじゃないですか。今時代的にこのラーメンでいいのか、でも周りいっぱい食べて時代的にあこういう時代になってんだ、じゃあそれに合わせてブラッシュアップしていかなきゃいけない。あとはまあ接客もそうだし店の綺麗さ、ここはこういう風にやってんだみたいな発見がいっぱいあるんですよね。やっぱラーメンいっぱい食べないとやっぱ話にならないし、フラフラになりながらラーメン食べに行ってたと、はい、実際は覚えてるんだけど一緒にあの目黒の二郎さんに行ってで、そう食べて、その後に自分が現場で一緒に見てやってると、今後店長になってやっぱスタッフをこう扱っていかなきゃいけなくて、飲食店でも飲食店じゃなくても人を扱うってすごい難しい仕事だと思ってて、どんなスタッフにも愛を持ってなんか接しないとやっぱりちっちゃいお店ってうまく機能しないと思ってて、自分は佐藤君にもっと愛があったらもっとうまく回るのになと思ってて、で今でも覚えてる、目黒二郎さん食べた後に駐車場に戻っていく途中でお前愛ってなんだと思うみたいな話をしたんで、そしたら佐藤君が分かんないっすって泣きながら言ってて、じゃあお前帰って奥さんと愛について語れってあだから変わったんですよ、語ったってか聞かれたんですよ、愛って何みたいな、リチですねえだからだったの目黒の二郎さんの歩いて 50m ぐらいのところでリアルに1時間以上そう話したよね、はい、話した時からもうあの一歩もう一歩でいいね当たり合いをしてないんですだからはい、あのこう後ろにお子様乗せたお母様が自転車から一回降りて歩いて横を通るみたいなのをそうそうそう、うまいですね、もうこれ通報した方がいいのかなみたいな顔で横で拝見していただきながら、はい、あの愛について教えていただきました、はい今でも覚えてます食べ歩きとかもフラフラになりながら帰ってきて、どのタイミングで奥様はラーメン会に入ったんですか。工事も終わりました。で、ここでスープを炊き始めました。で、忙しくしていく練習をし始めたぐらいかな。だからオープンまであと10日ぐらいじゃなかった、食べそんくらいだったと。え、10日前は奥様はラーメンをゼロゼロゼロ突然ですか。はい、突然やったことない。じゃあそのお父様の和食屋さんを辞めてってことですか。辞、はい、めてというか、まあ、一度抜けて。お父様は何て言ってました。いやもうやるしかないなまたね、おやすさんがね素晴らしい人なんですよマジで素晴らしい、ご苦労もなさってるし。ちなみに、まあ、不安はありましたよね。いやもちろんあったんですけど、不安よりもなんか泣きながらが思ってたからあの初日からで、そうそうそう、だし私も YouTube でもその頃に上がってたんだよね、リアルタイムで上がってましたよね。上がった YouTube に上がって、私もその状況を見て、あ怖そうみたいな感じで、そこはそんな人に怒られてるみたいなのを見てたから、でしかも動画はあんなの優しいよみたいな聞いてましてやばいね、ハッとしてるってことがバレますねあんなの優しいよ、確かにあんなの優しいって聞いてたから、なんかそれを頑張りを見てたから、ここでやんなかったらその頑張りって無駄になっちゃうじゃないですか。それがすごい嫌で、もうやんなきゃやんなきゃの方が不安よりも正直強くって、できることを全部やらなきゃみたいな感じでフルサポートのもとでもカズさんはそのオープン10日前に、まあ、言い方あれですけど素人が入ってくるっていうのはやっぱ不安が大きくなかったですか。あのね、これもまた裏話だけど、佐藤くんがやるって言った時点で、もし佐藤くんができなかったら引き継いで俺がやるしかないってもう思ってたから、もちろんリスクヘッジは自分でしたので、でも本当にそういう事態になるとは思ってなかったから、とりあえず焦って、まず焦ったけども
冷静を装いながらどうしようって考えてた。でもりなちゃん来てもう変なしラーメン屋だと手さばきを見て初日で変なし10分ぐらいでこの子がのレベルがどれぐらいでのぶしろがどれぐらいあるって大まかに分かる。分かるよねもう今は、うん、だからあこれいけるかなってぶっちゃけ思ってきっと大丈夫だなって思ってやってた。でもね本当ね賢いからそのお客様の回し方とかスタッフの扱い方あとねこれがすごいのが普通だったらさ旦那さんがちょっとダメになっちゃったらほんとさとかって愚痴出るはずでしょ。俺一回も愚痴聞いたことない。でももう一つ佐藤くんからもりなちゃんの愚痴聞いたことない。その助け合いとかだから、ね、素晴らしい夫婦なんですよ。ご夫婦ですね。そう細かいところというか深いところは、うん、動画を見ていただければと思います。視聴者さんも、はい、ちなみにこうその10日間の間でカズさんとの間何が一番怖かったですか。いや連携あ見てるんですか。連携完全に私が悪いんですけれども、はい、もちろんいや完全に私が悪いんですけれどもやっぱり夜中まで本当にみんなでずっと朝から夜中までやってる状態の中で私もやっぱ本当気の緩みとかもあるし抜けとかもあってそこを叱ってくれたと思うんですけどレンゲが飛んできてビーってなってで怒りをこの一回沸騰しちゃったら実は抑えられなくてでうーってなってなんかで沈めなきゃいけないなと思いながらなんかないかなと思ったらレンゲがこうどんぶりに入ってるからうーぐーってぐらーって言ってで電気パリンって割れてその時にぶら下がってる電球がさ2個ぐらい割れちゃってこだわりの電球がこだわりの電球が割れてやばいって思って発注したんですよ私。そしたら岩崎様からもう発注されてバカーンやっててでその後居座るとなんか雰囲気悪くなるからちょっと出てで出てすぐにごめん電球割っちゃったから2個ちょっとすぐってえぇって早まってたね。そんなことをやるとこう言っちゃうんだけどこう道路とか子供いや それが本当に言ったことないんですけどたまたま多分ドアが開いてて、はいはい、でその前から多分怒鳴ってるから多分いたんですよね。いてで社長がいなくなった瞬間に大丈夫ですかってこうやってお店に入ってきて一般人の方が2人入ってきて今動画撮ってました。そうレンゲ投げたところも動画全部撮ってましたって言われてこれもう素材渡しますよみたいな言われていや大丈夫です大丈夫なんですって言って。じゃあそのレンゲを投げてる証拠映像を持ってる方がどっかにどこかに必ずいます。ちょっともらいましょう。全部嘘です。いやあの時はびっくりしてそれも経てなんですかね。ですね。なんか周りから見るとやっぱそう見えるんだなっていうふうに思いますよ。助けなきゃって思うけど、うん、どう思いました。本当にそういうんじゃなくていやそうだったらだってもらってるじゃないですか動画いや本当そうじゃなくてもう自分のダメなところをやっぱ大人になって叱ってくれる人っていないんですよね。指摘してくれる方とかもいなくてそれをもう本当全力で言ってくださるので疲れるじゃないですか社長が怒る方が体力もいるじゃないですか。それなのに私のために言ってくれてる嬉しさの方、まあもちろん怒られてる時はめっちゃ怖いですよ。怖いですけどやっぱ後から考えるとそれの嬉しさの方が勝るしやっぱ尊敬できるね方に本当いろいろ教えていただいて実際は多分やりすぎてるんだと思うのね本当言うと反省してください。女性に連携投げたらダメですかちなみに旦那様は聞きました。連携投げられたんだとかいう話は。あれば後ろで見てます。いたんですね。はい。やばいっすね。動けなかったっすか。助けなきゃ。あーって何でしょう。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。はい。あの再生リストにまとめられてる動画はすごい裏側があるんですね。いやでもこれ怖いこともあったんですけど本当に社長本当に夜中の2時とか3時とか4時とかずっとここの店でもちろん10日ぐらいしかないからオペレーションっていうかスープの作り方とかタレの作り方だけじゃなくって経理のこととか発注のこととかその他もろもろオープンまでの準備ってすごい実はいろいろあってでもそれも全部一から朝までずっと教えてくれて社長も多分次の日普通に仕事あるんですよ。のみにもうこのお店のためにそこまでやってくれてるっていうのがあったからやっぱもう尊敬しかないですね。夜中にメッセージが来てじゃあ次の日の朝返すはちょっとその時はダメなの。だからどんなにこう寝てたとしてもブッて起きてすぐ返すみたいな
結果論というかあれですけど、今はもう行列がすごいできるお店。でも最初から行列だったよ。え、それはもう分かってたんですか？分かってないよ。こんなに売れるなんて思ってないよ。え、なぜそうなると分かってないのに、こんな朝だと深夜3時とかまでこう手伝いをしてたんですか？自分がやるって決めたからかな。あとね、リナちゃんも本気だったし、佐藤君も本気だったから、やっぱり本気のところに付き合うんだったら自分も本気じゃなきゃ失礼じゃない。この仕事に対してちゃんとしっかり考えて100点の仕事をやろうっていうのがやっぱり見えるから、それは自分もなんだろう、本気で付き合わないとちょっと眠いから帰りますが通用しないかな。こんな裏話があっての会見だったんですね。子供たちにも本当に全然会えなくて。おお、すごいじゃないですか。だって育ち盛りというか一番成長する、うん、そう、多分卒園の時だったんだよね。そうですね、長男が卒園の時で、その時卒園からの小学校入学が待ってる一番ちょっと繊細な時期 で、ね、だけどまあ体調もあれだったし、私も家にも帰れなくて、帰って もう子供たちもちょっと寝てるし、本当寝顔見てそのまま一回寝てまた起きる前に行くみたいな生活が続いたので、本当子供たちと触れ合う時間も全くなくて、本当唯一の楽しみが保育園から送られてくる写真、保育園生活の写真を見ながら頑張ろうみたいな感じで。ちなみにお子さんは何か言ってました？お母さん大変そうだねとか。でもなんかもうなんだろうな、多分当時はその言葉さえも受け取れなかったんだと思います。言ってくれたとは思うけど、なんか言ってたんだと思うけど、それさえも考えられないぐらいこっちに全部気がいってたので、なんかきっとなんか言ってたんだと思うけど、多分それは私が汲み取れてあげられてなかったのかなって今思うと。でも最初の頃だってここに毛布引いて2人でここで遊んでなんか寝たりしてるの。あら、教育にどっちですかね、どっちがいいんですかね。いや、その時はもう本当に家で見てられる大人がいなかったので、もう託児所として使うしかなかった。もう私が連れてきてここで仕事しながらまあまあみたいな感じで、うん、そうそう、ここでまあまあって言ってくるんですよ。おー、すごいじゃん。でもだから結局リナちゃんもやり抜くっていう決めたらやり抜く子なのよ。だから今があるって。ちょっと悲しい話とか辛い話がちょっと多いので、ちょっといい話、売上の話をしてさっき言ってたコロナ前、はい、お客さんが入らなくてやばかった辻田さんに連絡する前の売上というのはどれぐらいだったんですか？1ヶ月騎馬店150万ぐらいでした。それどうなんですか？アウトじゃないですか。大赤字じゃないかな。大赤字ですね。ちなみに家の範囲ですけど、どれぐらいの赤字なんですか？まあ、人件費削ったとしても、でもじゃあ一人でずっとやるって難しいから、佐藤君が変だし一人でずっと立ってれば人件費収まるけど、でも2店舗あったらそういうわけにいかないから、やっぱ100万ぐらいは毎月赤字が出てたんじゃないかなと思うけど。100万ぐらいは出てる可能性がありますね。はい。最新の売上はどれぐらい？先月で710今ね、500万売れば万歳の時代。さっと言いましたよ、ね、もっと思ってたもん。これ710って8月だから、1年の中で多分一番低い売り上げだよ。ちなみになんで8月で暑いから。あ、そんなのが作用するんですね。暑いから。最高売り上げはどれでしょう？月初月の方ってでも1000万ぐらい売ってなかった？ここは780850ぐらいいってる。そうだ、いってるいってる。イメージでもう150からそんな7倍6倍ぐらいになってるじゃないですか。はい。どうですか？びっくりしました。最初からね、え、これ大丈夫ってぐらいウーバーが。なるほどさ、そう、自分店の前にすげえバイクの人すごいよね。これもこんなにウーバー来んのってビビったぐらい。バグってる、はい、マジで。ちなみに1日どれぐらいウーバーイーツ？本当に土日が一番多いんですけど、100超えるよ。150件とか。ウーバーだけで150件。マックや、マックやべんだって、マジで。だって、うちで80件とか。え、倍じゃないですか。そう。で、やべんだよ、マジで。じゃあ、本当にほぼリピーターでしょ。めっちゃ多いです。50回以上とか。え、マジっすか。毎日。うちもいるんだけど、毎日1ヶ月連続で頼む人とかもいるでしょ。います。いるのよ。だから、はい、変な話、ウーバーの売り上げで200万300万ってザラだから。だって、ウ
フロアの売り上げだけで前のお店の売り上げ超えてんだよ。本当だね。すごいっすね。でまあちょっとさっきどうしても喋りたかったんですけど、伝えていただいたことを全部あのメモにまとめて箇条書きにしてその直すところを全部一番いいですよね、待ち受けが。やべえやべえやつ、やべえやつだ。懐かしい。岩崎社長すごいあの頭がいいし仕事もすごいできる方だと思うんですけれども、でも人の5倍も10倍もマジでこの人いつ寝てるんだろうっていうぐらい仕事をされてるんですね。寝てないと思ってた。本当に見たこと僕で社長って寝ないのかなみたいな、光合成で生きてるのかなみたいな。結構寝る結構寝る。でも結構寝る。本当にそれぐらいやられている方にご指摘いただくからこそこう心の芯に来るというか、確かにこうゴロゴロしてたりたくさんあの休みを取ってる人間から言われても何も受けないですよね。だから携帯を握りながらそんなことも努力も必要なんですね。でも多分本当にでも今冗談でこうやって携帯ブレッドおっしゃられてますけど本当に寝てないんです。本当に寝てないです。本当に4時とかまで一緒にこういろいろ打ち合わせやミーティングやこう数字管理すごいやってくださっているので本当に寝てないと思います、うん、寝てないから私たちも寝るタイミング分かんないんですよ。オープンの前とかも社長がレスポンス早いから私も早くしなきゃいけないからやばい社長寝てると思って寝れなかったよね。いつ寝よう。ちなみに今はお休みはしっかり取れて今はもうあのすごいすごい従業員の子たちに助けていただいて、でも正しい形正しい形ありがたいことに、あの売り上げができたから従業員の方も雇えてっていう相乗効果というか、もちろんそれもあるけど、でもやっぱり2人が素晴らしいから、この素晴らしい子たちがスタッフを扱うと企業スタッフも成長してくる。もちろん10人スタッフが入ったとしたらその中でダメな子は勝手に辞めていくので、も目がある子はやっぱ伸びてって、でその目がある子にやっぱ愛のある接し方をしてるとゴーッと伸びてくるから、そこに店長だったりその責任を与えるともっと伸びる。じゃあ最近お子さん。そうなんです、最近本当に2年目にしてようやく子供たちと一緒に寝る時間が増えてきて、今小学校3年生とかになって今2年生になってこれからですね。本当に今からこうやっぱラーメン屋を始めようって人が考えてる方がいると思うんですよ。このチャンネルを見たりいろんなラーメン屋さんを見たり、はい、そういう方に向けて何か一言というか、はい、やりたいって思ったら絶対やった方がいいと思います。何歳からでもできる、その気持ちがあればできると思うので、結局頑張るのってそんなに長い期間じゃなくて、グーって最初にやっちゃえばあと楽なの。今分かる分かる、本当にそう。最初はもちろん辛いのは当たり前だけど、ここグーってやって乗り越えちゃったらあと楽なの。電気投げられてもいい方は DM 欲しいですね。でも本当に例えば売上不振で悩んでるとか、逆になんかやりたいなって人は絶対にやった方がいいと思う。でそれがまあ自分というよりかはやっぱりついた君に一回相談して、ついた君は関わってしまったらそこを失敗させるってことはついた君のその頭の中でもないので、あの人もゼロが100だから関わったら絶対に成功させる。だからまあついた君にうまく関わってもらって、でそしたらなんか多分いろいろうまくいくと思います。ちなみに最後に聞くんですけど、今後の抱負というか目標は。目標俺はね、2人が賢いしできるから、どん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 お店を広げてった方が、今2店舗だけど2店舗でも5店舗でも忙しさって変わんないから、やっちゃった方がいいよって言うんで、カズさんは行きますか。じゃああのね、能力がある人はやんなきゃダメなの。能力ある人はどうすか、もったいない。お二人の抱負は やりたい気持ちはもちろんあります。はい、じゃあ決定だ。決定か。電源を持ってみましょう。あともう最初から電源も買っておきましょう。10個ぐらい。じゃあもう次の店舗の時また密着させていただきますので。じゃあ本当に今日は遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。